注文数だとやっぱりオイラ、そろそろ新しい助っ人を呼んだ方が。可愛い子ちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売上データを見たんだけど、やっぱり二人には経営の才能があるのね。リサさん、あら、そうなんだ。こんなに実はあなたたちの件、え、てっきり、あらあら、じゃあ教えて。そうね、詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。旅人さん、最、現段階で効率が上がれば、おお、なんだかすごそうだな。早速食べ、アップグレードの、
旅人さん、パイモン、スクロース、久しぶり。ここに来る途中、最初は連戦こんな短時間で、もしかしたらいつかこの子は薬剤が、でももしかしてこれもジンの計画のうちなのか。うん、あなたたちがお店で、そしたら薬剤の安全性、うん、だからある、つまりはより正確に言うと審査、正式な試験の、もちろん無事に終わって悪くない提案ね。それじゃあどの試験も追加目標も同時に、うお、うん、いつも通りにやってくれれ、ひひうん、準備。
すごくってな。ヒヒこんなの朝飯前。それでもクリア。うん、フィードバックも来ちゃう。先に実験室に戻っ。Thank you.
人々が穏やかに暮らし、万象が一新された今、まさに人の世の良き時代といえる。旅人とパイモン、どうしてこんなところでお店。おお、ディオナじゃないか。それに銀遊やろ。薬草を煎じる匂いがし、またデタラメ言って。実はキャッツテールは今新しいプロモーションを企画。ウエンティは今回ディオナの新しいお酒を誰よりも先に飲みたいからね。やけにやる気満々だなって。でもモンド周辺にある変な材料はもう一通り試しちゃって悩んでた。あまり期待してなかったのに、まさか半日後。本当か。えへっ、偶然雪山に落ちた鳥の羽だよ。風雪にさらされて埋もれてたからか、お酒に入れたらきっと今までにない口当たりになるよ。よくこんなもん。でもこれって手に。まあまあ、まったく一刻も早くお酒。でも何にしたって旅人パイモン、新しいお酒について。え、でも違う。あ、おいらはっはん、お前の前に立ってるのはポーション。そんなものとお酒。例えばさ、お酒に治療薬を入れ。いや、そんなことまでできるの。それならこの先ずう。おい、実現できないやつ。そんなポーション作っ。そっか、さ、落ち込むなって。前から気になってたけど。そんなの決まってるでしょ、酔っ払いさんたちのあんな。それってお酒がちょっと変な注文かもしれないけど、その不思議な錬金術。酔っ払わないお酒。あ、そうだ、なるほど。そのポーションを使ってお酒を作ったら、酔っ払いさんたちは、あいつらの酔っ払い人生もやっと終わりを迎えるはず。そういうことなら、そんなお酒。ねえねえ、物質の形態を。例えばそれができたら僕仕事が一。お前って。友人との人と。ポーションは完成した。今私が。ありがとう。今すぐ新しいお酒を作って。待って、僕も一緒に行くよ。死因のこともあるだろう。わかったわ、酔っ払いさん。それにしてもさすが旅人。酔っ払わない。
Thank you.
チル。はっ、風よ、チル。旅人さん、パイモン、スクラース、またあなたはやっぱりね、今回の試験も。それじゃ、始めようか。
ができたら中級試験。させて。あなたたちに頼んでよかった。
風よ。君たちか。オイラの見間違いじゃないよ。あら、ディルク様。あなた騎士団が新しい商売を、君たちがプロジェクトリーダーを務めていたということなら。確かエルザーって暁ワイナリーの執事だっけか。ワイナリーからあんまり出てこないあいつまでオイラたちのことを耳にしてたってことは、オイラたちまさかもうモンド中に名を馳せちゃってるのか。
もっと自信を持っていい。ワイナリーのジムはかなり煩雑なんだ。本当に脅威となる相手、これほど短い、もしこれが脅威、強敵。あら、可愛い子、もしかして君との勝負、君ほど見識深い人物が相手となれば。だが、むしろ、ちょっと待て説明すると、ちょっと多くの人にとって、うん、君たちの錬金薬、そう言われる、そんな風に繋ぐよ、待てよ。ああ、そうだな。あら、なんだか少し気になったんだけど、可愛い子ちゃん、さっき忙しくて休む暇のない人の話、仕事の重圧、過度の緊張状態でも無気力状態でも享受でき、言われてみれば たまにだけど、可愛い子ちゃんったら。ディルッカの旦那はみんながお、うん、本来精神的な倦怠感を抱えにしても、すっごい錬金薬に使う原材料をどう組み、ポーションは出来上がったか？ディルッカの旦那、もう少しじ…うん、約束通り、暁ワイナリーはこのポーションを大量に購入しよう。輸送の方はエルザ、このポーションは食…なるほどね。レティルックの旦那も美酒と錬金アロ、今回は君の作品、うんうん、What?